本当だよね、ハワイ行けなくなっちゃったもんね。まあ行けば行ったね、入るときはそんなに大変じゃないみたいだけど、帰ってから、はい、帰ってから2週間、はい、まだあります。日本で2週間で、はい、ありますから、なんてこと、外出しないで過ごさなきゃいけないから、はい、そうですね、ちょっと仕事ができないので、はい、だから、去年のゴールデンウィークが行けなくて、年末年始が行けなくて、今年のゴールデンウィークも取っていたんだけれども、キャンセルして飛行機を。もうしたんですか？思うしましたよ、うん。で、夏は行こうかなと今も目論んでいる。はい、ただ、行ったの？行ってないですよ。ハワイの店も馴染みの店がみんな、うん、特にご飯を食べるところが閉まっちゃってるみたいだから、はい、寿司ショーは、リッツ・カールトンのにある寿司ショーはやっているみたいだけど。はい、聞きました、私も。うん。ワイキキもだから3月でも半分ぐらい閉めちゃうみたいですね。うん、ああ、そうみたいな。それぐらいのレベルなんで、多分、相当様変わり してるんじゃないですかね。うん、今度いつ行けるかわかんないです。いや、しかしもう俺ハワイにさ1年以上行けないともうなんか禁断症状が出るので、はい、そうだって君だって書いてるじゃん、はい、ゲーテの新連載のエッセイに、はい、ハワイに行くっていうのはストレスをもう捨てに行くと。そうですね、うん、俺もそうだから、はい、うん、いやだからもう健城社長どうされてるのかなと思っていやだから顔色を見に来たんですよ僕もハワイに行けなくてもう何度かおかしくなりそうになったので、うん、健城さんも多分そうです、全くそうです。だから、ね、うん、どうしてるのかな。しょうがないよね。ハワイに来たくても行けない人はどうしてるのかな。いや、俺が話したことがない。俺が聞きたいよ。僕も聞きたいんです、うん。だってさ、俺1年に最低3回は行ってたのよ。で、行く年は7回行った年があるからね。うん、それだったら住んだ方がいいんじゃないでしょうかって言われたんだから、はい、うん、で君だってそうだよね。僕も年6回ですね。6回、だから100日以上行ってるんでしょ。はい、2週間が4回、3週間以上が2回行きますから。そうだよ、ね、100日ですね。あれだもんね、ウィークリーで決まっている情報番組も出ないんだからね、ライブもね。申し訳ないです。いやいや、俺は別にその関係者、関係者社長申し訳ないですというぐらい、俺それすごくわかるんだよ。もう仕事を投げ打ってでもハワイに行かないと本当におかしくなる、うん、だハワイっていうのはそれくらいにね、いいところだよね。そうですね、うん、まあ、理由はって言われると、うん、それは行った人が一番わかるんで。そうだよね、うん、だからそれ言ってくださいっていうのは一番いい答えだと思うんですけどね、うん、なんか本当にね、解放されるし、うん、スピリチュアルなものを感じるし、うん、ですね、うん、気候はいいし。健城さん、今、うん、娘がハワイに行ってるんですよ。あ、留学してるんだって。留学去年から高校でしてるんですけど、うん、やっぱり人が行かなくなったんで、うん、ワイキキビーチにカメとか、ウミガメとか、あ、アザラシとか、ボンボンあるらしいんですよ。あ、じゃあいいことだね。だから、人間がこう侵食してった生態系が、うんうん、人間が行かないことによって、うん、また動物の方が戻ってきたって、うん、で海もすごい綺麗、綺麗になったんだって。それはすごい綺麗らしいですよ、うん、だから今すごいパワーありますよ、うん、きっと人が行ってない。だから今本当は行かなきゃいけないんだよね。そうなんですよ、うん、そうなんです。そう、行かないとダメですけど、うん、いや だけど飛行機もさ減便されちゃっててさ、はい、実はゴールデンウィークは何としても行こうと思ってたわけ、はい、ところが俺が取ってた飛行機は減便の対象になっちゃったの。ららで、また新しく取り直さなきゃいけなくなって、うん、で結局もうめんどくさいなと思って、はい、でやめたんです。やめたんですか、うん、まだでもゴールデンウィークちょっと先だからね、ケンブさん、うん、やめなくてもと思いますよね、うん、まあなんか俺としては早く決着をつけないと、はい、日本での、うん、もしも行かないんだったら日本でのスケジュールをちゃんとしなきゃいけなかった。そうですね、もう決めちゃえと、行かないと、その代わり夏に行くと。なるほど、うん、というふうに決めました。はい、君はどうするの。僕は月があったら、うん、今日からでも行きたいです。今日からでも行きたい
今日の便まだ間に合います。だってさ、そうなんだよな、ハワイって そんな感じなんだよ、はいはい、あ、じゃあ今日行くかっつって行くって感じなんだよ、はい、羽田10時の便まだ間に合います、間に合う、はい、パスポート今持って出ます、持って出ます。だからこれだけテレビで売れててさ、いや売れてないですよ、レギュラーいっぱいあってさ、全然ないですよ、いやいやいや、もう君はやっとちょっとした救世主だよ、いやそんなことないですよ、いやいや、まあいいや、そんなことを俺が言ったってしょうがないからさ、はい、うん、もうゲーテで連載をさせていただくにあたって、ええ、今日ご挨拶とですね、ご挨拶と、まあ趣旨概要とですね、趣旨概要と、なんでじゃあこのテレビ撮ってんだよ、よくわかんない、だからそのための話をどうやって出すんだ、出すこの話を、何を書くんですか、何を書くかというとですよ、ええ、まずこれタイトルなんですけど、勝手に僕が考えたんですよ、まあみんなで考えたんですけども、ハワイに行けないから書いてみた、どうですか、いいと思いますよ、おっと思いましたよ、え、本当ですか、うん、もうだって健丈さんといえばもういろいろね、弟から、うん、私がやった三流から、いいタイトルでしょ、三流最高ですよ、三流って誰かに絶対に三流っていうタイトルをつけて出してもらおうと思ってたの、はい、ずっと考えてたの、でもね、本当の三流に三流って言えないのね、だから一流ちょっとぐらいを頑張ってる人にしか三流は使えないの。で、超一流に親父さんがいるわけじゃん、ミスターが。だから、三流って名乗れて、それはやっぱり自信がないと三流って名乗れないわけだから、じゃあ、一茂いいなと思って、三流。いやいや、もうだからタイトルをつけることにかけては、うんうん、もう業界ナンバーワンなんですから、うん、僕が勝手につけたタイトルはどうなのかなっていうことを今聞きたかったんです、うん、でここから何か読み取れるかなということも含めて、ダディもいいタイトルでしょ、ダディもいいです ね、ダディ、あと何でしたっけね、あれだ、弟でしょ、天才ね、天才田中学を書いた天才、あとまだつけてないですけども、成り上がりっていうタイトルもあるんですね、成り上がりは、矢沢駅のタイトルで、はい、それに匹敵するのは何かなと思ってて、まがいものっていうのが俺今持ってて、まがいもの、うん、で、まがいものをある人にですね、まがいもの、あるミュージシャンにまがい出したいっていうから、まがいもので出そう、はい、というふうに言ったらば、なんで僕がまがいものなんですかって言われてで、分かってないなこの人、うん、そう、分かってないです、ね、分かってないです、まがいものってタイトルで出せばかっこいいのにと、そう、あのね、ハウンドドッグがね、全く売れてない時にね、うん、俺が負け犬っていうタイトルで、うん、ハウンドドッグって負け犬だからさ、うん、負け犬だからさ負け犬っていうタイトルだったら出すって言ったんだよ、はい、で、それが当たってベストセラーになって、そっからハウンドドッグってわーって言ったんですよ、そういう例もあるんですよね、負け犬っていいタイトルでしょ、いいタイトルです、まがいものいいでしょ、誰かやりたいよね、まがいもの、うん、僕がやりたいです、まがいもの、次、まがい、じゃあ、ハワイに行けないから書いてみたじゃなくて、まがいもの、はい、でもそ、ハワイに行けないから書いてみたって、結構深い。あ、本当ですか、うん、だって、それはそうじゃん、ハワイって君にとっては生き方だからさ、そうですね、ハワイへ行くってのは、この、はい、長嶋一茂の生き方だからさ、それが行けないんだから、はい、生き方を否定されてるわけですよ、はい、あんまり一時的に。だから、書くっていうのは自己救済だから、ハワイへ行くという自己救済がないから書いてみた。ハワイ行けないから書いてみた。いいじゃないですか。さすが。どういう、そろそろ。いや、嬉しいです。嬉しい。いや、もうまさしく本当にそういう意味合いも含めて、うん、あとは、なんかすごくいろんなことが書けたらなと、うん、テーマを一つに絞らないで、うんうんうん、でもなんとなく、ケンさん、申し訳ないですけど、趣旨概要は、うん、うちの娘たちのために書くっていうのが半分以上ありまして、うん、あ、それはとってもいいと思う。いいですか、うん、お父さんはこんな生き方をしてるんだよっていうことだよね。僕どこかで娘たちと話し合う場があるんじゃないかってずっと思ってたんですよ、生まれてから、うん、でも今まで父と子の会話っていうのは、はい、正座してこう対座してやってないの。だからないんですよ。ないの。で、高校1年なんですけど、うん、娘は双子で、うん、今までないということは、うん、これから先多分もっとないわけです。父親と娘ってなかなか難しいからね。うん、で、やっぱり御社の女性の編集の方とかにも聞いたりして、うん、パパとそういう話ってしたことあるって言ったら、まずないって言うんですよ。うん、僕ね、結構聞いてるんですよ、いろんな人に。うん、まずパパと話しないって、そんなこと。うんうん、もうっていうか、どんどん年取れば取るほど、もうどんどん離れていくっていう、うんうん。
それ よろしくないなと、うん、でも自分がまあもちろん肉体いつか滅びるわけですから、うん、本は残るわけで、うん、自分が亡くなった後に子供がいなくなった時に娘たちに何か残せるものがあったりなっていうことを勝手に思いまして、うんうん、で大変恐縮ですけども、あの本当に公共の媒体使わせていただいて、いやいやもう書くということはそういうことですよ、はい、うん、残せたらいいなっていうのが一番の思いなので、で僕はなんとなく、まあ、まだまだ未熟ですけども55歳5年55年が生きてきて、いろんなことを娘たちに何かこう生きる術を、うん、はい、まあ自分の後ろ姿を見てくれと、よくも悪しくも、そうなんですね、そういうことだよね。ただ昔の高度経済成長期って親父の背中を見てっていうのが教育的なところがあったんですけど、うんうん、正直言うとですね、親父の背中を見たって分かんないですよ今はね、うん、分からない、うんうん、よっぽど噛み砕いて具体的に生きる術とはって言わないと、うん、背中だけじゃね、うん、今の子たち分かんないので、うん、なんかそこをちょっとこうちゃんと伝えられたらいいなっていうことなんです、うん、もちろん読者の方たちにも配慮してるつもりですし、うん、いいんだよ、自分のことを書いてそれが人がの心を打ったり面白く思ってくれればいいんですよ。それは自分の中で書かざるを得ない、言わざるを得ないってことを書かないとやっぱり人の気持ちは打たないですよ。だからそれでいいんですよ、これそうなってるんですよ第一回から。いや、ありがとうございます。まだどうなるかわからないんですけど、うん、10分前に渡されて、はい、読みましたけども。本当ですか、良かったですよ。いやもう賢者さんで読んでいただいて、いや僕は南和友先生が書いた自律神経の本、本社から出てるんです。あれ素晴らしい本なんですよ。心臓の名医ですよ、神の手です。南和友先生。ああ、そう、僕素晴らしいと思って読みました。南部知事じゃなくて、違います、南先生です、素晴らしい本ですよ、ね、ああそう、じゃあちょっと出稿しといて心臓の本なの。いや自律神経を整えることがどれほど大事かっていうことを書いてます、うんうん、で西洋医学の先生なんで、もう名医ですから、もうドイツでもう何万例って奨励してるんですよ、ペースメーカーから心臓移植から、うんうん、多分世界で一番だと思うんですけど、うん、この先生が自律神経というちょっとこう西洋医学ではなくて東洋医学チックな、うんうん、まあ、交感神経と交感神経の調整がいかに心臓にいいかっていう話をされてる本なんですよ、うんうん、これはすごく僕珍しいなというふうに思ってて、最近だから僕思ったのは、その心臓に、まあ、いわゆるその、まあ、構造的に問題疾患がなくても自律神経が乱れると心房細動になるとか、ほう、怖い、心室細動になるっていうことを聞いたんですよ僕は。でも考えてみたら心臓って自律神経で動いてるんですよね。そうだね、自分で止めれないんだ、うん、そうすると自律神経が乱れるとやっぱりその心房細動、心室細動になる可能性があるってことを言われて、あ、自律神経っていうのはこうやってちゃんと調整するんだっていうか、僕もこれやってるんで、ノルノコはやってるんで、交感神経、副交感神経 の、うん、バランス取るのは得意だと思ったんですが、うん、南先生の情報はまた新しかったです。ああ、そうなの。君、YouTuber になったら成功するね。え、なんでですか。いや、これだけ言えたら 大したもんでしょ。え、よどみないしな。いや、そんなことないですよ。いやいや、いや、もちろんテレビでも、大ブレイクしてるから、いやいや、もうそれはいいんだけど、YouTuber、もう遅いかもしれないけど、はい、YouTuber やってもファンはいっぱいつくと思うよ。あっという間に、100万ぐらいいくと思うよ。そうですね、僕は。それやったらいいじゃない。いや、僕ね、YouTube。自信ないんですよ。何が自信ない。だって、ちゃんとなんか何万回とかって出るじゃないですか。うん、いいじゃん。いや、僕、数字見るのは嫌いです。いやいや、それは分かるよ。君は常にそういうのは、嫌な人だよね。大嫌いですよ。だから、要は、すごく実は臆病なんですよ。臆病でいて、大胆っていう、その振り子を生きてるわけだから、俺もそうだよ。数字って一番嫌だよ、実は。いやー、僕見たくない。何万部売れるとか売れないとかって、実は俺は一番嫌なんですよ。プレッシャーなんですよ。なるほどね。こうやっていて、いやー、もう僕はね、って、もう5万部は売れなかったら嫌だと思ってるんですよ。お願いしますねって言われた瞬間に、5万部っていう具体的数字を出された瞬間に、すっごい嫌なんですよ。本当ですか、ね、うん。じゃあ、ケンジさん、甘えて申し訳ないですけど、うん、例えばこれずっと連載していってですね、ね、まあ、1年ぐらいさせていただけたら嬉しいなと勝手に思ってるんですけども、うん、はいはい、その後まあ加筆したものを本にして出版するときに売れなくてもいいですか、売れなくていいです、はい、ありがとうございます、うん、誰にだね、そうだ、売れなくてもいいです、売れなくていいですよ、だって、
出なくてもいい。だって前も、やってほしいということを言って1年か2年ぐらい前にで断られたじゃん、単行本、まあ、ありましたね。いやその時もだから売れるとか売れないっていうことを考えちゃうと彼は過剰に憂鬱になるからそれは分かるよって俺言ったじゃん、はい、うん、だからいいんだよ。だけどあの売れるように、いやでも最大限の努力は僕はしますよ。その第一はこれですか。はい、わかりました。社長との、はい、でこの対談なんですか。このイラストってすごいね。あ、本当ですか、嬉しいです。これあれなんだろう、はい、長女、次女、次女の方が、次女がハワイ行ってんの。はい、次女が今ハワイに行ってて、うん、書いてっつって送ってもらったんです、フェデックスで。これすごいよね、はい、本当ですか。いや、それはすごい喜びますよ。 だってさ、単なるあの写実的な絵じゃないじゃない、うん、あの描いてる人の心の闇みたいなもの、はい、闇っていうのはオーバーだけど、はい、あの叫びみたいなもの、はい、闇って言ったらよくないから叫び、はい、心の叫びみたいなもの出てる、はい、だからやっぱり絵ってすごいんです、怖いよ、本当ですか。そうですよ、最初僕が描こうと思ったんですよでね、あ、これちょっとずっと次女の 絵でやるのこれ、はい、あ、12回。いいですか？もちろんもちろん。最初は僕がここに書こうと思ったんです。僕が大問題とね、書くって言って、うん、左手で書くなんて偉そうなこと言ってたんですよ、うん、鶴太郎さんの話して、うん、で僕なんとなく赤い青いマジックで A4 に書いてみたんですよ、うん、ひどかったですね。自分で見たのもびっくりしたぐらいひどくてなんかブルーマジックで本当に大問題と10秒ぐらいで書き終わっちゃってでも幼い頃から絵は描いていたの、彼女は。あの美術部でした。小学校の時美術部入ってたのかで、中学の時も入ってたんですかね。これすごいよね。それはもう喜びますよ、うん、もうちょっとしたら帰ってきます。ああ、そう。春休みで、はい、ああ、そう。そんな感じで。ああ、で長女の方は陸上やってんだ。今陸上やってます。ああ、そう。はい、今なんか短距離、短距離ですね。短距離と幅跳びやってます。幅跳びやって、はい、フィールドもやるんだ。そうですね。ああ、こんな感じでやってます。なるほど、はい、じゃあもうそういうことを、そういう娘さんに対して君の生き様をきちっと見せて。いや、なんか見せるっていうとちょっとおこがましいんですけど、うん、で僕がお袋は他界して、まあケンジさんご存知なのに父とも疎遠になってるので、うん、もう話す機会ないんですけど、うんうん、おやがどういうふうなこう人生の経緯経過をたどってきたのかなっていうことは、うん、あれ聞いてないなと、うん、両親から、うん、で昔の方って多分自分が辛い思いしたこととか、うん、あんまり子供にその心配かけまいとして言わない人が多いのかなという気がするんですよ、うんうんうん、でもこれそういうのって言った方がいいんじゃないかなと思うのは、うんうん、やっぱ人生って本当にもう、まあ、その山あり谷あり、うん、ずっとうまくいくときなんかないわけですよ。それはないよね。それは男性女性かかわらずそういう宿命っていうのが降りかかってくるわけで、その時に何かこうヒントになるようなことがパパとしてできてたら嬉しいなと、うん、お金で解決できない問題ってたくさんあると思うんですよ、これから。まあ僕も含めて娘たちもそうだと思うんですけど、でもなんかもしかしたらあれパパの一言で救われたよねっていうのは一言だけでもあれば、うんうん、この中にね、まあ、この今回わかりませんけども、いくつか連載する中に一つでもあったら、あ、自分が死んでいけるなっていう思いをすごくして、うんうん、だからまあそれをできたらなっていう、うん、まあ、どこまでできるかわからない、とってもいい話だね、思ってて、うん、いや多分ね、娘ってそうだと思うんですよね、うん、もう話を本当しないと思います。しないでしょ、高校生になったら父親と寄らないでよみたいな話でしょ。そう、パパうざいとか臭いしか言わないからこのまま行ったら、だってもうね、もしかしたらもうすぐ多分大学行って、うん、もう今年から高校2年だから、うん、だって大学行ってまた長女だって寮とかってもし入っちゃったら、うん、もういないわけですよ、うん、家に、うん、で就職したら、うん、まさか結婚式とかでそんな話しても正直聞いてない誰もね邪魔だもんね、パパがそんな話しながらとしだしたら結婚式に呼んでもらえるかどうか分かんないそれは大丈夫でしょうそれは大丈夫だと思いますけどそんなこととかもあるんで、うん、あ、そういうなんかこう機会って多分もう恵まれないんだなと。だったらパパが死んだ後にこういうもので何か残せたらいいなっていう、うんうん、
ところすいません。ああ、いいじゃないですか。じゃあこれ楽しみにね。まあ、お世話になって、はい、娘たちに何か残していただきたいという、はいはい、こういうお願いでもあるんです。いやいや、それはうちはただね、出版するだけだからね。はい。